いねえ。ジュニアです。よろしくお願いします。始まりましたね。始まりました。じゃあ軽く自己紹介いきます。はい、じゃあちょちょ。はい、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。なんだってもう一回お待たせしました。お待たせしすぎたかも。なんだって。サカサマジュニアのリーダー兼スイートセレブレーション担当、子犬丸つよしです。つよちゃんって呼んでください。せーの、つよちゃん、よろしくお願いします。ワン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 。次はゆうちゃん。はい、逆さまジュニアの2代目朝倉みずほこと夏色のナンシー担当ドクター堤ゆうです。ゆうちゃんと呼んでください。せーの、ゆうちゃん、よろしくお願いします。かわいいよ。
次はあもちゃん。はい。バニラバニラバニラ求人バニラバニラで高収入。はい、逆さまジュニアの歌舞伎町の公衆便所担当白玉あもです。あもちゃんって呼んでください。せーの、あもちゃん。ありがとうございます。もうほら2019年もあと数日ですよ。カウントダウン始まってますから。始まってますね。ってことで、はい、あれだ、アカペラ行っちゃう。アカペラ今日行っちゃいました。俺らだけアカペラの練習してるからね。ゴスペラ合わせない。2代目ゴスペラ。大丈夫でしょ。大丈夫です。オッケー。じゃあ知ってる人だったらこう一緒に歌ってもましょう。はい。もういくつ寝るとお正月。せい。お正月にはたこ揚げて、コマを回して遊びましょう。早く来い来いお正月。お正月、お正月、お正月。今日も決まったんじゃない？最高だから新曲いっちゃおうか。新曲いきますか。曲紹介、あおちゃん。はい、新曲。まさか逆さまジュニア。やったジュニア、はい、次が、はい、最後の曲になります。今来たばっかり。すごい。ちょっと待ったー。誰だー。ちょっと待ったコール。あなたは。はい、自己紹介。はい、自己紹介。はい、なんだって1代目豊島区の公衆もしかして公衆豊島区の公衆電話こと、あ、電話なんだ。はい、宮美です。よろしくお願いします。
ミュージアム期間ってことは最後の曲はあれっきゃない、あれっきゃない、あれっきゃない、それではいきます。朝日のように爽やかに、大丈夫。
じゃあ2019年もありがとうございました、はい、ありがとうございました。2020年は1月18日で、はい、まだここ ここで昼間と夜、そうジャニーズみたいに昼公演夜公演に行かれて、はい、大阪からスイスイちゃんとかネムちゃんも来るん で、ね、これ来た方が良くない、来た方が良くない、メロンもですね、メロンあれ来たらもちろん T シャツ、うわじゃあ2000円払って T シャツもらえるから実質ただね。高瀬町ジュニアでね、これらはいもう奉仕の気持ちで、そうですね、ご奉仕大好き、ああごめんなさい報酬便所です、で報酬電話です、電話だめじゃん下手いビッキーもダメだからね俺コーンフレークないかいはい、じゃあ以上、はい、私たち後輩のヒップホップアイドルなんだってあのほら元高瀬町ジュニアだからね、前も言ったけどね、そうだから後輩のヒップホップアイドル高瀬町ジュニアですね、もう一回いきます、はい、私たち後輩ドリームホップアイドル坂様ジュニアです、ありがとうございました、ありがとうございました、今日はモガミさんです、イエーイ、楽曲がいいずるいよ、どこモガミさん